眼科医の平松です。今日は日本の医療は海外より10年遅れてるんでしょうかについてお話しようと思います。いただいた質問です。海外では少子体手術が主流と聞いたことがあり、また日本は海外に比べ少子体手術の技術機械が10年以上も遅れていると聞いたことがあります。本当なんでしょうか。結論から言うと、国ベースで言うのは結構難しいです。っていうか海外もね、日本より遅れてることの方が基本は多いです。世界って百何十カ国あるわけじゃないですか。だから日本より遅れてる国の方が多いのは現実事実で、一部の国の一部の施設では日本よりっていうかな、比較的先進なところがあります。まあそれってどこでも言えることですね。例えばアメリカとかの場合って、セレブ用といいますかね、超お金持ち用の、ところってあるんですよ。そういう日本って皆さんめちゃくちゃ待たされるじゃないですか。でもって3分診療みたいな感じでも、セレブ用的なところに行くと本当に1時間に1人2人しか見ないとか、まあ、そんな感じだったりして、ゆっくりお話できて、でもってめちゃくちゃ専門の先生が日本では、まあ、まだ認可されてないような道具を使って、まあ、手術なり検査をしたりするってとこも一部あります。ただしそれはバカ高いです。お金持ちって思ってください。年収いくら以上ってどうだろうな、まあ、最低700万円以上っていうのがよく言われてますよね。まあ、どちらかというと、まあ、1000万以上は必要なのかなっていう感じの人が受けるような医療と思ってください。そこは進んでるっていうのかな、まあ、いい医療をゆっくりしっかり受けられるっていうのはあると思います。あとはシンガポールとかああいうところでもそういうセレブ用のところがあったりして、いわゆる超一流医師がゆっくり時間を取ってっていうところもあります。ヨーロッパでももちろん一部にはそういうところがあります。で、私のところにはそれこそアメリカ、カナダ、東南アジア、シンガポール、ヨーロッパから来ている患者さんもたくさんいるんですけど、経験的には向こうの方がどうかなっていうのが僕の経験ですかね。っていうのと、日本の先生も基本、まあ、特に大学教授とか、まあ、そういう先生ってどちらかというと海外で何年か留学して勉強している先生が多いですね。例えば1年2年は海外に行って何々教授の下で学んでやってきましたみたいな結構いますんで、だからそういう人ってもうそういういわゆるこう今言ったセレブ病院的なところでいろんなことを学んできてるんで、まあ、その先生の技術はまあなんていうかな、全然引けを取らないっていうふうに思います。じゃあ平均値はどうなのっていうと、平均値は基本どこの国より日本が高いのかなってなんとなくは思います。なんでかっていうと、アメリカとかだとお金がない人の医療ってまあそこそこなんですよ。ってなると平均値で言うと明らかに日本の方がいいかなっていう感じ。それは医療制度の問題もあるので、まあ、ちょっとそこが何とも言えないところかなって思います。なので、一概に海外より、でも海外ってどこのこと言ってんのって話ですし、もちろん進んでるところも遅れてるところもあります。例えば、なんだろうな、遺伝子治療とかってなるとちょっと日本は、なかなか倫理的な問題で遅れてる部分もあるんですよ。ね、一方でドライアイの治療とかになると、もう海外の方がちょっと弱いなってところ、日本が先発となって薬を出してる薬もたくさんあるので、って、まあ、結構分野によるし、まあ、少子体手術も、ものによるかなっていうふうに思います。だから多分、海外で学会で発表しているセレブ病院とかのお金持ちのすごい先生と日本の平均を比較しちゃうと、それは差出ますよっていうイメージかなと思います。まあもちろんその先生の考え方によって向こうが進んでる進んでないって言い方をよくシンプルにすると思いますけども、まあことはそう単純ではない。進んでる部分もあれば進んでない部分もあるかなって思います。参考になれば幸いです。よろしくお願いします。